内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。まず最初に本日お伝えすることを紹介します。まず相場概況と日経平均株価の位置、次に今月は8月の月次が出揃いまして、それが悪かったものですから、その小売りの売上高をまとめたいと思います。まず日経平均株価ですけれども、16,519円と前日比114円高となりました。ニューヨークが高く戻ってきたことから堅調な推移となっております。ただ出来高なんですけれども、 15.3億株、売買代金も1兆6600億円と依然として薄商いが続いております。次に日経平均株価の位置を見たいと思います。いつも通りにこの PR の14倍ですとか15倍、割引率の 7% として点線を引いております。PR なんですけれども、今現在、昨日時点で 13.8 倍と14倍を割る状況となっております。日銀の ETF 買いが5営業日連続で下支えとなっておりますが、やはり売りの圧力が強い、またその上にもいかないというふうないびつな状況になっております。ただこのいわゆる PR14 倍台15倍台、このレンジ内におりますので、そこそこのそのポジ、位置かと思いますけれども、21日のイベントまでは同意が薄い状況が続くと考えられます。次に月次の売上動向を紹介したいと思います。まず8月なんですけれども、こちら総じて低調でした。でその中でコンビニエンスストア、こちらの堅調さが目立つ結果となっております。各社が出しておるリリースですとかニュースなどを見ますと、関東圏での週末の悪天候、台風、もう一つは同日祝が、いわゆる前年同月比に比べまして1日減というのがありました。またオリンピック視聴による外出の手控え、こういったものがありまして8月は低調だったということになっております。それではその月次を出しております各社の状況を見たいと思います。まずこちらの業種の方はクイックの方のニーダス分類といったところの業種になります。コンビニエンスストアなんですけれども、8月は3社揃ってプラスの推移となっております。しかしこのスーパーマーケット、ヤオコーなどは非常に好調な会社でしたが、8月になりまして既存店の売上高がマイナスとなっております。2枚目に行きまして、こちらもスーパーマーケット続いております。こちらのスーパーマーケットも総じてマイナスとなっております。で一つこのエイジスというのは棚卸の会社で、スーパーなどの店舗向けサービスをやっております。8月というのはいわゆる日八というので、業績は良くないんですけれども、それにしても今まで好調だったものが前年同月でマイナスというふうになっております。百貨店なんですけれども、こちらはインバウンド消費、こちらが低価格帯ですとか、物からことへの消費といったところで、今年に入ってから苦戦を続けております。高島屋は7月にプラスに転じましたけれども、8月はマイナスになっておりますし、 J フロント、こちら百貨店事業合計ですけれども 7% とかなり大きなマイナスとなりました。次にはファーストリテイルですとか島村 ABC マート、こういういわゆる強いと言われる店舗群になります。そちらの方も8月こちらの方は総じてマイナスになっております。ファーストリテイリングは7月大きくプラスになりましたが、その反動もありますのかマイナスになっております。この中で特徴的なのはニトリ、非常に業績は好調です。6月前年同月で 19.9% と非常に高い数字を出しました。7月はやや落ちましたけれども 6% 台とまだ高い数字、しかし8月になりますとプラスではありますけれども 2% 台というふうになっております。良品計画も非常に好調な企業でしたけれども、ここ2ヶ月続けてマイナスになっておりまして、8月は 6.9% 減というふうになっております。ドン・キホーテ、こちらの方もいわゆるインバウンド消費、こういったもので非常に好調に推移しておりましたけれども、8月は苦戦しております。次にこちらの方に行きますと、ここのグループはいわゆる回転寿司の業界になります。強弱がはっきりしておりまして、元気寿司は非常に好調でした。ただ8月はマイナスになっております。カッパクリエイトですとか魚力、こちらは非常に苦戦が続いております。
で、物語コーポレーション、こちらは昨年まで非常に好調でした。焼肉自体の業態というのも好調だったんですけれども、春先になりましてからやや苦戦が始まりまして、8月は 6.9% 減。で、こちらいわゆる牛丼チェーン3社ですけれども、松屋フーズ、こちらはさまざまな新商品がヒットしておりまして、堅調に推移しております。前哨もこのいわゆる24時間営業始まりましたから戻りましたけれども、吉野家こちらの方が非常に苦戦をしました。で、こちらラーメン中華がメインになっておりますけれども、ハイディ日高、こちらはちょい飲みという形で、いわゆる中華料理プラスアルコールといったところで好調に推移しておりましたけれども、8月は下がっております。後楽園はその低価格のラーメンをやめまして単価を上昇させるといったところ、あと郊外店が多いといったところもありますけれども、やや苦戦が続いております。で、最後は、こちら、ワタミですとか鳥貴族、こういう居酒屋チェーンですけれども、ワタミはやや持ち直す傾向がありましたけれど、8月は、マイナスとなっております。一方鳥貴族なんですけれども、一時4月5月と、落ち込みましたが、この8月ほぼ全面的に悪い中では 1.7% と強い数字となっております。で、家電量販店になります。こちらの方もインバウンド消費の、恩恵がありましたけれども、それが途切れましてから、非常にマイナスが続いておりまして、特に顕著なのはラオックスになります。非常に高い伸び率前年示しておりましたけれども、今年になりましてからマイナスが続いております。で、この小売業を見ましたけれども、この小売業どのぐらいの水準のバリエーションが適当なのかといったところを見たいと思います。これは昨日時点なんですけれども、小売業の予想の PR、加重と、単純平均があります。こちら中の方に書いてありますけれども、時価総額の大きい影響を受けにくいのは単純となりまして、今回は単純の方で見たいと思います。おおよそ18倍、こちら加重だと21倍なので、おおよそ PR は20倍といったところが、今現在小売業の標準的な PR ということになります。で、先ほど出した会社なんですけれども、こちらの方の PR 順の低い順に並べております。いわゆる PR が低いということは割安感があるというふうな感じに受け取られます。で、この色がついているところですけれども、こちらは株価の25日移動平均、こちらの方でプラスになっておる、今現在足元基調が良いものを色をつけてあります。このように見ますと、ハースクレイですとか DCM 高島屋、やややはり苦戦しておった会社、こちらが今まで売り込まれておったですとか、もしくはニュースが若干出たといったところでプラスになっております。こちらまだ PR14 倍台です。こちらもまだいわゆる割安感があるという感じですけれども、ワッツですとか王将フーズ、こういったところ、安いですけれども、月次自体としてはそれほど好調ではありません。で、こちらに行きますと、おおよそ20倍台平均的な小売業の状況になります。鳥貴族は非常に好調な状況続いておりますけれども、今はおおよそ評価されている水準まで来ておるというふうな状況かと思います。で、こちらになりますと、やや割高感があるというふうに見られるかもしれませんけれども、今後の成長性を考えて、評価されているというふうな状況になります。サイゼリアですとか松屋フーズ、キャンドゥ、こういった、月次が、非常に良かったところ、こういったところは、その先も、成長するというふうに見られまして、やや高い評価を受けているのだと思います。で、こちら最後になります。こちら日本マクドナルドですけれども、こちら、月次が非常に今良くなっております。ただ PR で見ますと評価はなかなか難しい段階になっております。また個人の投資家さんがたくさん持っておられますので、なかなかバリエーション的には見られ難しい評価なんですけれども、今現在ワタミマクドナルド、そういったところの評価というのは PR ではこういう状況となっております。このように、小売業全般で見ますと約20倍台というのが現在のものですけれども、そこの基準を一覧と示しておりますので、今後この表などを見ていただきまして、肯定感を見ていただければと思います。以上7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。